はい、それではキャッシュフロー計算書の攻略、こちらに入っていきたいと思います。このキャッシュフロー計算書につきましては、受講生の方をお聞きしますと結構こう苦手にしていらっしゃるという方が多いんですね。ですから、一時の知識も踏まえまして、ここから少しお話をしていきたいと思います。そういう意味では、こちらの方はどちらかというと基本の確認ということになります。まずはキャッシュフロー計算書というのは何かと言いますと、キャッシュフローなわけですから、つまりこれお金の流れというのを表しているということになります。お金の流れを表しているということはですね、こちらキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、それから財務キャッシュフローがある、このこちらの項目につきましては、皆さん3つあるということ、ご存知の方が多いと思いますけれども、この数値それぞれを出したらそれで OK というわけではないんですね。キャッシュフロー計算書というのはお金の流れ、こちらを表しているわけですから、例えばどこでお金を稼いで、あるいは調達してそれをどこに振り向けているかという流れを見ているということになります。ということはですね、こちらよく勘違いしていらっしゃる方や質問いただくことが多いんですが、赤で書かせていただきました。プラスならばよくてマイナスならば悪いというわけではないんですね。このプラスマイナスというのはお金の流れを表しています。ですからただ単にプラスならばよくてマイナスならば悪いですよ、そういうものではないというのをまずはしっかり確認していただければと思います。こちらをもう少し詳しくお話しますとどういうことかと言いますと、それぞれ主な営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、そして財務キャッシュフローにつきまして、プラス要因マイナス要因になる項目というのをこちらの方に青で書かせていただきました。営業キャッシュフローにつきましては、営業ですから本業ですね、本業においてキャッシュが増えるか減るかを表しています。ですから営業キャッシュフローがプラスになるものというのは、本業におけるキャッシュが増える、そして本業によるキャッシュが減る、この場合が営業キャッシュフローのマイナス要因になると、まずはこのように考えていただければと思います。ですから営業キャッシュフローについては、基本的にはプラスならばよくてマイナスならば悪い、本業に関してですから、こういうふうに言えることが多いということになりますが、投資キャッシュフローや財務キャッシュフローについてはプラスだからよくてマイナスだから悪いというふうにも言えないですし、その逆も言えないんですね。どういうことかというと、主に投資キャッシュフロープラスになるのはどういう要因かと言いますと、例えば固定資産あるいは投資有価証券、これを売ればお金になりますよね。売ることによってお金を手に入れるわけですから、キャッシュの増加要因になります。一方マイナスになるというのはどういうことかと言いますと、こうした固定資産や投資有価証券、これを取得するということは購入するわけですから、お金を払うわけですからお金減りますよね。こういう要因になります。そして財務キャッシュフローというのは、どういうケースで増えるかと言いますと、借入金が増えた場合、つまり借入を増やした場合に財務キャッシュフローが増加します。一方マイナスというのは、借入金が減少する、言い換えればお金を返済した、借入金を返済した場合、あるいは配当金を支払った場合もこちら財務キャッシュフローのマイナス要因になります。ですからここには書いておりませんけれども、主な要因だけ書かせていただきましたが、例えば財務キャッシュフローのプラス要因として増資ですね、株式の発行をすれば、株式の発行することで増資をしましてお金が手に入るということは、これは財務キャッシュフローのプラス要因になるというような形になります。そう考えると、例えば投資キャッシュフロープラスだからよくてマイナスだから悪いとも、その逆とも言えないということがお分かりいただけるのではないかと思います。つまり例えば新しい事業に投資しようということであれば、やはり設備投資必要ですよね。機械を購入したり、あるいは土地や建物を購入したりする必要があるかもしれません。その時には設備投資するわけですから、投資キャッシュフローはどうしてもマイナスになります。ただこれは新たに儲けるための投資なわけですから、悪いことをしているわけではないですよね。一方プラスになるケースも同じようなことが言えます。
例えばもう使わなくなった機械や土地、まあ、こういったものこれを売却する、こういった場合でしたら、まあ、プラスであっても悪いとは言えないのに対して、例えば、まあ、営業キャッシュフロー、こちらがうまく稼げていないのでちょっと運転資金が足りなくなってきて、それでどうしても、まあ、今の手持ちのお金キャッシュがないので今ある土地を売ってしまおうとか、機械本当は使えて使いたいんだけど手持ちの資金がないから売ってしまおうとか、こういう場合はちょっと良くないなと考えることもできますので、それぞれケースバイケースでプラスであったりマイナスであったりするから良いとか悪いとか言えないですよということをまずは捉えていただければと思います。そしてこちらそれぞれのまあ状況として類型が8通りですかね、テキストの方には載っているかと思います。この 4-4 のキャッシュフロー計算書の攻略の括弧2のところですね、こちらに8通り、つまりそれぞれプラスマイナスがありますから3種類ずつ、プラスマイナス2通りありますから2の3乗ですね、2×2×2 で8通りのパターンがあります。でそれぞれ8通り、まあ、どのような状況を表しているかといいますと、まあ、基本的には今お話しした内容を踏まえて考えていただければ、まあ比較的理解しやすいのかと思いますが、ちょっとそうですね、まず A と B 見ていきましょうか。 A 全てがプラスの場合、これ全部プラスの場合ってどういう状況かと言いますと、全ての活動がプラスの現金を生み出しており、急速に流動性が高まっていることを意味する。で、M&A を予定しているなど、何らかの理由から現金を増加させる必要がある企業と言える。というふうにあります。まあ、全ての要素でお金、現金が増えている、流動性が高まっているということは、まあ、何かこう現金が必要である可能性が高いな、こういうふうに分かりますよね、ということが書いてあります。そして B の方もちょっと見ていきましょうか。プラスマイナスマイナスですね。プラスマイナスマイナスの場合ってどういう状況かと言いますと、営業活動から生み出したプラスの現金を投資活動に振り向けたり、過去に調達した資金の返済などに充てたりしていることを意味する。こうした企業は将来にわたって高い収益性が期待されるとあります。まあ、つまり営業活動によるキャッシュフロー、営業キャッシュフローがプラスということは本業はしっかり稼げているということになります。そしてこのしっかり稼いだ営業キャッシュフローをもとにですね、投資キャッシュフローがマイナスということは、これは新たに投資をしているということが考えられます。こちらで稼いだお金、本業で稼いだお金をしっかり投資に振り向けたり、そして財務キャッシュフローマイナスになっているということは、まあ、主に考えられるのは借入金の返済ですよね。借入金をしっかり返済に充てていたりする、まあ、極めて健全な状態と、まあ、言えるのではないか、こういうふうに読み取れることができますよということですから、まあ、このようにプラスマイナスマイナス、マイナスが2個あるから悪いとかそういうことではないということが、こちらからもお分かりいただけるのではないかと思います。でそれ以降、まあ、全て8通りありますので、それから C から H まで、それぞれありますけれども、それぞれ今のお話も踏まえていただいて、内容の方をご確認いただければと思います。それから、カッコさんのところでは、フリーキャッシュフローの考え方というのが載っております。でこのフリーキャッシュフローの考え方なんですが、まあ、決められた定義というものはありませんが、このキャッシュフロー計算書においてはフリーキャッシュフローにつきましてはこの2つを足したものですね、営業キャッシュフローと投資キャッシュフロー、これを足したものをフリーキャッシュフローと呼ぶことが一般的ですよということが、こちらの方に書いてあります。そちらの方までまず確認をいただいて、それから括弧4からは、こちら攻略演習になっておりますので、攻略演習の方それぞれトライしていただいてから、この後の解説の方、聞いていただきたいと思いますが、取り組んでいただく前にですね、ポイントですね、こうした演習問題、二次試験で出題されるような計算、こちらにトライしていただくための、まあ、ポイントの方、こちらに書かせていただきました。まずはですね、ポイント3つ書かせていただきましたが、1つ目です。1つ目は、使った項目にチェックをつけていただく。まあ、使った項目というのは、まあ、BS や PL についてですね。使った項目についてチェックをつけていただくというのが、まあ、ミスを防ぐためのポイントの1つとなります。つまり、例えばですね、まあ、私がやっている方法で例として書かせていただいたんですが、別にこのマークとか変えていただいたり、各自工夫していただいて全然結構なんですが、例えば営業キャッシュフローに関してはこのチェックマークとか、
で、投資キャッシュフローに関しては丸ですとか、そして財務キャッシュフローについては三角とか、というふうに各項目に、まあ、丸とか×とか、まあ、×は使ってないですね、ここでは。丸とか三角とか、チェックとか。まあ、そういった形で、それぞれの項目にチェックをつけていくと、抜けや漏れが防げるということになります。これ必ず全ての項目を使うはずです。ですから、まあ、例えば、前年度と同じであっても、まあ、チェックをつけたりして、ミスを防ぐということがポイントになるかと思いますので、こちらの方もやっていただければと思います。で、あとは間違えやすいのが、まあ、未払いとか未収とか、まあ、こういったものに注意をしていただくということになります。つまりですね、例えば、まあ、後でやっていただく問題の中に出てきますが、法人税等という項目があります。で、法人税等が6だからといって、これ単位600万円となってますから、まあ、600万円キャッシュが減ったと考えればいいかというと、そうではないケースもあるということになります。つまり、例えば未払い法人税等という項目がありましたら、未払い法人税等があるということは、まだ法人税支払ってないというわけですよね。それが例えば、まあ、この問題ちょっとヒントになってしまいますが、平成21年度末では200万円、そして平成22年度末では400万円。ということは、これ未払い法人税増えてますよね。ということは、まあ、その分だけ払ってない法人税がある。ということは、こういった差額、こちらに注意をしていただくと、法人税の額そのままがキャッシュフローの減少要因になるわけではないですよ。ということに注意していただく必要があるということになります。まあ、それ以外にもそうですね、利息とかに関しても同じですね。利息、こちらも未払いや未収というのに注意をしていただく必要があります。それから3つ目、これどちらかというと、確かめ算、計算をしていただいてから確かめに使っていただきたいんですが、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、そして財務キャッシュフロー、すべてを計算して、合計しますと、基本的には、現預金の増金額、増減額になるということになります。こちら、こうならない場合は、どこかが間違っているということになりますので、もしこうならなかった場合は、先ほどのこちらですね、チェックの項目のところをもう一度見ていただくと、どこが間違っているかというのに気づきやすいので、特にこの3つの項目、こちらに気をつけてトライしていただきますと、ミスが防げるのではないかと思います。で、まあ、なぜこういったお話をさせていただいたかと言いますと、やっぱりこう、合格するということがもちろん大事なんですが、これと実は同じことを言ってるようでいて、落ちないようにするということが非常に重要になってきます。つまり、合格するためには、実力をどんどんこう伸ばしていく必要というのがあると思いますが、そうではなくて、すでにもちろん、もう合格レベルの方というのも、まあ、大勢いらっしゃいます。そして、本試験、やはり合格率というのが、まあ、基本的には2割程度ですよね、二次試験の場合。ですから、まあ、基本的には合格実力があるにもかかわらず、本番何かのミスで、残念ながら合格に至らない、まあ、こういったケースの方もいらっしゃいます。で、そうならないようにするためには、合格する実力があって、さらにミスをしないということが重要になります。で、私、一次試験の動画の方でもお話ししてますが、まあ、学習塾の講師としても長年やらせていただいておりますので、やっぱりそういう意味では、こう、解けるようにするということも重要なんですが、間違えないようにするということが実は、まあ、解けるようにすること以上に重要だというふうにも言えますので、一度解けるような実力を身につけてた上で、やはりこう繰り返し計算練習をして間違えないようにするためにも、まあ、このような攻略ポイント、あるいはご自身でこういうふうにすれば間違えないな、というようなご自身の方法、こういったものを身につけていただいて、ミスを防ぐ、こういった工夫も大事になってきますので、まあ、よろしければこういったところも参考にしていただいて、この後の問題の方をチャレンジしていただければと思います。さて、それでは一度、ホワイトボードの方を切り替えさせていただいて、それぞれの問題の方にの解説に移りたいと思います。それでは移される方は移してください。はい、それでは演習1の方、皆様トライしていただけましたでしょうか。ここからはこの演習1についての解説の方、進めていきたいと思います。
まず演習1の方は平成23年度の第1問設問2の解題となっております。こちら解題となっておりますが、本試験とどのように変えられているかといいますと、本試験においては特に直接法で解いてくださいですとか、間接法で解いてくださいとか、そういった指定はなかったんですけれども、今回演習ということで、やはりこう皆様が本試験で、試験の問題をしっかり解けるように実力をつけることが目的ですので、両方の方法で解くということが、実力アップにつながります。直接的には、間接法で解くということが一般的ですし、やりやすいと思うんですが、直接法でもキャッシュフローということはお金の流れ、こちらを見ていくわけですから、お金の流れがつかみやすくなりますので、どちらの解き方でもしっかり解けるようにしていただければと思います。それではまずは、設問1の方ですね、間接法の方でこちらの方を解いていきたいと思います。間接法ですから、スタートのところ、こちらは税引き前当期純利益になるということになります。そしてここからは解説の方もご覧いただきながら、こちらの数値の方をご確認いただければと思います。そうしますと、まず減価償却費、こちらを計算していくことになるんですが、ホワイトボードでは特にこの問題で難しいと思われる減価償却費、そして法人税等の支払額について書かせていただきました。まず減価償却費、こちらがいくらになるかというのを考えていくわけですが、貸借対照表、こちら見ていただきますと、減価償却累計額という項目があります。減価償却累計額がある、こちらの項目があるということは、こちらの勘定科目があるということは、減価償却費につきましては、間接法で仕分けを行っているということになります。そして減価償却累計額、ちょっと長いので減累というふうに書かせていただきますが、減価償却累計額が、平成21年度末が468なのに対して、490というふうになっておりますので、こちらは、差額がちょうど22ですかね、差額が22ということになります。ですから、こちら、これをそのまま減価償却費として計上すればいいかというと、これも確認が必要ですよね。どのように確認していくかと言いますと、この減価償却累計額、これの減少要因、そして増加要因を考えていく必要があります。どうでしょう、まずは減価償却累計額、こちらの減少要因、減少要因として考えられますのは、矢印でちょっと減少要因と書きますね。減少要因、どういう時減少するかと言いますと、例えばこちらの減価償却をするような機械とか固定資産ですね、こういったものを売却した場合、あるいは除却した場合もそうですよね。つまり売却や除却をした時、こういった時に減少することになります。じゃあ反対に増加するときはどんなときでしょうか。増加するときは、こちらの逆ですから、取得したときですよね。増加要因としては取得したとき、ではこの問題については、売却や除却あるいは取得があったかどうか、これを確認する必要があります。そして問題によっては、売却除却および取得はないとかっていうふうに項目の下の部分とかに書いてあることがあるんですけれども、この問題ちょっと見回してみますと、特にそのような表記はありません。そうすると、ではどのように確認をしていけばいいかと言いますと、まずはこちらの固定資産の項目のところの数値の変化を見ていく必要があります。そうすると、土地のところ、平成21年度末から平成22年度末まで162ということで変化がありません。そして土地というのは、そもそもが減価償却を行わないですよね。ですから、こちらについては特に関係がないということになります。そして建物機械装置のところを見ていただきますと、こちらも
689から689で変化がないということになります。そしてこちら先ほど申しましたが、仕分けについては減価償却累計額があるということは間接法で仕分けを行っています。ということはこの項目、この固定資産ですかね、機械、建物機械装置のところ、こちらは取得減価、こちらを数値として表していることになりますから、取得減価に変化がないということは、まあ、購入あるいは売却両方ともないのではないか、取得売却除却、まあ、全てないのではないかということがまず推定ができます。そして、まあ、偶然例えば減少の要因と増加の要因、まあ、これが同額になってしまった結果、こちらについて差額がないというケースもまあ一応考えられますよね。ちょっと可能性薄そうですけれども、それも考えられます。ただこちらもよく考えていくとなさそうだなということがわかります。どういうことかと言いますと、例えば売却や除却を行うとどうでしょうか。売却を行った時は、まあ、売却益あるいは売却損が、そして除却を行った場合は除却損というものが発生するはずです。ではこちら発生しているかというと、発生した場合は損益計算書上に、PL 上ですね、PL 上に特別利益あるいは特別損失として計上されるはずです。ただこれも、PL ですね、損益計算書の項目 D 社の方を見ていただくと特に数値記載がありません。ということは、売却除却そして取得、これがないのであろうというふうに分かりますので、こちらの22、こちらの数値そのまま減価償却費として計上していいということが分かりますので、解説の方を見ていただきますと、減価償却費そのまま22という数値が、記載されているということになります。こちらよろしいでしょうか。そしてその後のところですね、受取利息や支払い利息、こちらはそのまま、損益計算書上に載っている数値を書く。そして、その後のところですね、売上債権、そして、棚卸資産仕入れ債務、こちらにつきましても、BS 上貸借対照表上で、差額を計算してそのまま、数値の方を書いていただければよろしいかと思います。あとこの次のところがちょっと間違いやすいですね。その他固定資産の減少額というところでマイナス2というふうになっておりますが、こちらは、その他固定資産というところ、これが24から22に減少しておりますが、こちらについて、設問1という問題文の上のところに、まあ、つまり損益計算書の下の部分ですね、設問のところに条件が書いてあります。なお貸借対照表上の、その他固定資産は営業活動を原因として発生したものであるというふうに、まあ、記載注意事項書いてありますので、こちらは営業活動におけるキャッシュフロー、こちらに含めるということになります。まあ、実はこれも解題ということで、設問に揺れがないようにこちらの方で解題ということで記載したものになるんですが、こちらちゃんと書いてありますので営業活動の方に含めるということになります。そうしますと承継の方がここまで計算していただきますと4500万円ということになるかと思います。そして承継の下の部分ですが、利息の受取額及び支払い額の部分はこちらについて、利息については特に経過勘定に関する項目というのがこの問題ではなさそうですので、そのまま先ほどの5と40ですね、それをひっくり返して記載していただければよろしいかと思います。そして最後、法人税等の支払い額、まあ、こちらがもう一つこの問題におけるポイントとなるかと思います。法人税等ですから PL 上こちらに法人税等とある6という数値をこれそのまま書いてしまうと間違ってしまうということになります。でどのように計算をするのかと言いますと、BS 上ですね、貸借対照表上に、未払い法人税等という項目があります。でこちら2から4というふうに数値が変化しておりますので、こちらの数値を加味して、計算をしていただかなければいけないということになります。まあ、こういうところ間違いやすいですよね。そして先ほど申し上げましたようにそれぞれ BS の項目をちゃんとチェックしていきますと、まあ、抜けがあると気づきますので、
仮にこれ6とした後でチェックして見ていただきますと、あ、この項目計算してないなということに気づかれると思います。では、まあ、これ気づいたということで、しっかり計算をしていくとどうなるかと言いますと、こちらについては、まあ、箱図ですね。箱図を使って計算をしていただくのが一番分かりやすいかと思います。そうしますと、まずは未払い法人税と前期末、こちらの残高、これが2あるわけですよね。200万円あるということになります。そして当期、当期の法人税等が600万円となっておりました。こちらは仕分けではどのように行っていくかといいますと、借方の方に法人税が600万円、そして貸方の方は未払い法人税、これが600万円という仕分けを行いますので、ここに入りますのは未払い法人税等が貸方に600万円ですね、というふうになります。そして当期末残高ですね、当期末の残高が400万円でしたから、こちら400万円ということは、残りの部分ですね、こちらの部分、この部分が払い出された法人税ということになります。8から4を引きますと400万円と、これが払い出された法人税の額、つまり未払い法人税が借方の方に4、そして現金で支払っているので現金が4という形で、貸方に現金が来ますので現金が減っているということになります。こちらよろしいでしょうか。ですから最後のところですね、法人税の支払額ですね、最後のところが400万円、法人税等の支払額が400万円ということになりまして、承継からこちらを計算しますと、600万円ですかね、営業キャッシュフローが600万円と、求めることができるということになります。こちらよろしいでしょうか。で、間接法についてはここまでになるんですが、一応こちら確かめ算としまして、参考として投資活動によるキャッシュフローと財務活動によるキャッシュフロー書いてみましたので、ちょっとこちらの方も計算してみましょう。そうしますと、貸借対照表、こちらテキストの方では数値すべて載っておりますが、ちょっと使うところだけ省略して書かせていただきました。そうしますと、まずは投資活動、こちらに関するキャッシュフローですから、投資有価証券ですね、こちら先ほどの、例えばマークで丸なら丸、投資キャッシュフローについては丸と決めておけば、こちらが42から41に変化しているということは、これ差額が1ですよね。ということは、この1というのはどういうことかというと、投資有価証券が1減っているということは、売却か何かをして1、キャッシュが増えたというふうに考えられます。こちら、売買をして、たまたま例えば売却だけをしている場合もありますけれども、売買をした差額が100万円であったというふうにも考えられますので、こちら投資有価証券の売買によるというふうにしまして、プラス1というふうにしまして、特にこれ以外に投資活動によるキャッシュフロー、こちらに関する項目はありませんから、これがそのまま計算しますので、100万円ですね、ちょっと省略して、投資キャッシュフローとだけ書きますが、これが100万円ということが分かります。そして財務活動によるキャッシュフロー、こちらも考えていきましょう。財務活動によるキャッシュフローの項目、いろいろありますけれども、変化がありますのは短期借入金の部分と長期借入金の部分、こちらに変化があります。こちら198から210ですから、12ですかね。そして350から368、長期借入金の方が
18増えています。これ増えているということは、短期借入金についても長期借入金についても、増えたというふうに考えられます。ですから、こちら先ほどは黒で書きますから黒で書きましょうか。財務活動によるキャッシュフロー、こちらについては、短期借入金の増加、これが12ですね。そして長期借入金の増加が18ですね。これちょっとプラスも消しておきましょうか。長期借入金の増加、これが18です。で、特に貸借対照表を見ていきますと、これ以外にこの財務活動によるキャッシュフローに関する増減の項目はなさそうですので、こちら合計しますと30ですね。一応財務キャッシュフローと書いておくんですね。で、財務キャッシュフローは30と、このように求められることになります。よろしいでしょうか。そしてこちら合計していきますと、先ほど営業キャッシュフローが600万円でしたかね。そして投資キャッシュフローが100万円、そして財務キャッシュフローが30100万円というふうになっておりまして、これ合計すると37ですね。3700万円になります。そしてこちらがちょうどこの現預金の増減額とちゃんと同じになってますね。163から126引きますと37になりますので、ちゃんと37というふうにこの3つのキャッシュフロー、営業、投資、財務、こちらのキャッシュフローが合計額がちゃんと現預金の増減額と一致しておりますので、こちらちゃんと正しいなということが確かめられることになります。どうでしょうか。ここまでの一連の流れよろしいでしょうか。こちらが間接法によるキャッシュフロー計算の考え方になります。こちら確かめさんのところも今やりましたけれども、例えばちょっと時間に余裕があるなということ、なかなかやっぱり財務においては事例用においてはないかもしれませんけれども、もし時間が余ったりした場合、例えば営業キャッシュフローを求める問題であっても他のものを求めていただくと、計算のミス、こちらを防止につながる、こういうふうに考えていただければと思います。それでは続きまして、設問の2の方ですかね。設問の2の方は直接法ですね。直接法の考え方に基づいて今のと同様に計算をしてくださいという問題になります。直接法において違うところは、営業活動によるキャッシュフロー、こちらの証券よりも上の部分ですね、こちらの計算方法が変わってくるということになります。そしてこの問題では、厳密な直接法の項目で、キャッシュフローの方書いていくことはちょっとできないんですけれども、例えば人件費の項目、こちらの方がちょっとわからないですよね。ですからちゃんとした厳密な方法ではできないんですが、直接法の考え方を用いて計算をする、こちらはできますので、こちら直接法の考え方を用いてちょっとやっていきたいと思います。そうしますと、まず最初のところどのように考えていくかといいますと、こちらもそうですね、解説のページの方ご覧いただければと思います。最初は売上高のところからスタートしております。こちら、もともとは売上収入というところからスタートするはずですが、売上収入ですから、売上高から、売上債権の増加額が21、ありますので、この分引かないといけないですね。ですから2450から21を引いたもの、これが売上収入に当たるということになります。そしてこの後は仕入支出の項目になるんですけれども、仕入支出、こちらを計算するために、売上原価、こちらから、棚卸資産の減少額、そして仕入債務の減少額、こちらを加味した形で計算して、仕入支出を計算するということになります。そして、その後本来ですと、人件費支出、こちらを計算するわけですが、先ほども申し上げましたように、今回人件費の内訳というところがちょっと分かりませんので、販売費および一般管理費、販売費一般管理費、
そして減価償却費、それからその他固定負債の減少額については、先ほど申し上げましたように営業活動によるキャッシュフローに含めなければいけませんので、こちらを計算したもの、まあ、これがその他の営業支出ですかね、その他の営業支出の合計額というふうに考えていけば、直接法の考え方と同じような形で計算をできるということになります。そうしますと証券の方45と先ほどの間接法と同じになりますので、あとは間接法の時と同じように計算をしていただいて営業キャッシュフローを求めていただくということになります。ここまでよろしいでしょうか。結構こちら、難しいポイントもありますが、この例えば減価償却費の部分、そして未払い法人税等を使って法人税等の支払いをしっかり考えていく、こちらの計算よく出てきますので、まずはしっかりこの問題を間違えてしまったという方は、間違えたポイントのところをしっかり確認をしていただければと思います。それではホワイトボードを切り替えて、また次の問題の解説に入っていきたいと思います。それでは写される方は写してください。はい、それでは演習2の方続けてやっていきたいと思います。演習2につきまして、回答欄見ていただきますと、それぞれ最終的な数値結果を記入していただければいいということになりますが、解説の方にそれぞれ計算過程の方載っておりますので、キャッシュフロー計算書のところの数値のところもご覧いただきながら、こちらの解説の動画をお聞きいただければと思います。それではまずは営業活動によるキャッシュフロー、こちらから進めていきたいと思います。そうしますと、先ほどの演習1同様、間接法で行っていく場合のスタートは税引き前当期純利益ということになります。で、税引き前当期純利益なんですが、間違えないでいただきたいのが、次年度予想という方の数値を使うということになります。こちら次年度の営業活動によるキャッシュフローを求めることになりますから、次年度これ26になってますかね、2600万円ですから26という数値を使うことになります。そしてここで間違えないでいただきたいのは、たまたまちょっと同じ数値になってしまうんですが、 52-26 で26ですよということではないんですよね。26という次年度の数値そのままを使っているということになります。つまり貸借対照表、貸借対照表というのはストック概念ですよね。ですから前の年と今年ですとか、あるいは今年と次の年の差額というのが重要になってきますが、損益計算書についてはこれはフロー概念ですよね。前期がいくらとかっていう数値は全く関係ないわけですよね。ですから当期、例えば当期なら当期、あるいはこの問題で言えば次年度の数値、これがそのまま関係をしてくるということになりますので、今回は2600万円という次年度の税引き前当期純利益の数値を使うということになります。で、そうしますと次は何かと言いますと、減価償却費ですね。で、減価償却費なんですが、この問題においては減価償却費どのように計算していくかというと、損益計算書をご覧いただきますと、販売費一般管理費のところの内訳として200万円というふうに書いてありますので、この2という数字、これだけを使ってしまいますと間違えてしまうことになるんですよね。これだけではなくて、よく見ていただきますと、製造原価報告書のところですね、こちらの経費の内訳のところに800万円8という数字がありますので、この2つを足してあげなければいけないということになります。つまり損益計算書上にある項目、販売費及び一般管理費の内訳のところに200万円減価償却費がありまして、製造原価報告書の方にも経費の部分で8という数値が記載されておりますので、この2つを足したものですね、10100万円というのが減価償却費の数値ということになります。ここまでどうでしょうか、よろしいでしょうか。で、営業活動によるキャッシュフローについて、これ以外のところに関しては比較的こう難しいところというのはないのではないかと思います。つまりその後のところでは営業外収益、そして営業外費用の数値、これそのまま使っていただければいいわけですよね。営業外収益については1という記載がありますのでマイナス1、
そして営業外費用の方は10という数値がありますのでプラス10、これをしていただきまして、その後のところも売上再現、そして棚卸資産、そして仕入れ債務についての増減額、こちらを記載していただく点は先ほどの演習1と同様かと思います。でこちらを計算していただいて承継を出していただくと4500万円という数値になりまして、この後のところも先ほどの演習1と同様にやっていただければいいということになります。そうすると経過勘定に関しての項目利息についてございませんので、そのままプラスマイナスをひっくり返せばいいわけですよね。ですから営業外収入が1、そして営業外の支出がマイナス10ということになります。でここでですね、よく質問をいただくところなんで、ポイントについては書かせていただいておりませんが、こういったところ、キャッシュフロー計算書を書くときに、ちゃんと使い分けていただきたいのがこの収入と収益の違い、あるいは支出と費用の違いですね。この違いちゃんと使い分けてキャッシュフロー計算書のところを書いていただければと思います。つまり今の営業外のところなんですが、承継の上の部分は営業外収益あるいは営業外費用というふうにしていたのに対して、承継よりも下の部分については営業外収入ですとかあるいは営業外支出としてますよね。つまり収益と収入、これちゃんと使い分けていただきたいわけです。収益というのは、賭けの部分、まだお金として受け取ってない部分も含めて数値が記載されております。で一方収入というのは、お金の動きのみを表しておりますので、賭けでまだもらってない部分は含めてないんですね。ですから承継の上の部分については賭けの部分も含めて計算をしますけれども、承継の下の部分というのはキャッシュフローを計算するためですから、お金の動きのみ、つまり収入の方を書かなければいけない。この場合は数値が同じになっておりますけれども、例えば未払いや未収がある場合というのは、先ほど演習1のところの法人税のところでちょっとやりましたが、数値変わってきますよね。ですから、数値も変わってくる時もありますし、変わってこなくてもこの収益と収入あるいは支出と費用ですね、この違い、支出といった場合はお金の動きだけ、費用といった場合はまだお金払ってなくても費用としてかかるものというのは数値として乗ってくる、この違いというのをしっかり使い分けていただければと思います。そしてその後の法人税のところにつきましても、法人税について今回は未払い法人税の項目はありませんので、そのまま10というのがキャッシュが減少要因となっておりますのでマイナス10ということになりまして、計算していきますと2600万円という数値、こちらが計算できるということになります。単位もこれ忘れないようにしていただければと思います。どうでしょうか、営業活動によるキャッシュフローにつきましてはよろしいでしょうか。はい、それでは今度は投資活動によるキャッシュフローですね。こちらがちょっと項目は少ないですけれども難しいかと思います。投資活動によるキャッシュフロー、まずどのように考えていけばいいかと言いますと、貸借対照表のちょっと字が小さいんですが左下のところをご覧ください。そうしますと建物については取得売却除却はないとあります。そして機械設備について売却除却はないとありまして、その下に機械設備の取得は新事業用設備のみであるとあります。ですからこの機械設備については、投資活動によるキャッシュフローに含めるんだなというのが分かるとともに、売却除却はないと書いてありますので、売却や除却はないんだけど取得はあるんだなということがまず分かります。そして数値の方、取得について考えていくわけですが、まずはですね、どのように考えていけばいいかというと、建物について、建物については除却も売却もそして取得もないわけですから、この差額ですね、この差額の4というのが、これが減価償却費だということがわかります。4というのが減価償却費。そして機械設備に関する減価償却費はいくらかと言いますと、
これは先ほど減価償却費10でしたよね。で10のうち建物の方の減価償却費が4だということは残りは6ですから、6というのが減価償却費だということがわかります。そして6減価償却費だということを考えると、もし取得がなかったとしたら、機械設備の取得がなかったとしたら、この数値ですね、本当だったらいくらになってるのかなと考えていくと、60から減価償却費が6計上されております。そして今回の場合は先ほどの演習費と違いまして、減価償却累計額という数値がありませんので、この数値、この数値というのは、まあ、そのまま減価償却費を、まあ、引いた額、これを表した償却の額を引いた額がそのまま計算されている、直接法で計上していることになりますから、こちら取得がもしなかったとしたら、60から減価償却費の6を引いた54であるはずです。で54であるはずにもかかわらず、実際には74だということはどういうことかというと、74と54の差額が増加要因であると考えられます。つまり74から54引きますと20、これが、この機械設備の項目、勘定科目による、増加要因である。この20が増加要因で、増加要因ってどんなものがありますかというのを先ほど演習1の方でやりました。増加要因の20というのは、先ほど取得というのが増加要因ですよと考えられましたので、これが要するに取得額になりますよということが分かりますので、20こちらを支払って取得をしたということは、投資活動によるキャッシュフロー、20で機械、20100万円で機械を購入したわけですね。ですからマイナス20というふうになります。ですから投資活動の投資活動によるキャッシュフローですね、こちらが機械設備の取得による支出というのが20ありますので、マイナス20というのが投資活動によるキャッシュフローということになります。こちらよろしいでしょうか。そしてそれから今度は財務活動によるキャッシュフローということになります。で財務活動によるキャッシュフローにつきましては、先ほどと同様ですね、こちらの方、こちらの方後で説明していきますが、借入金ですね、短期借入金と長期借入金、まず見ていきますと、短期借入金が100から96となっておりますので、4減っております。そして長期借入金も120から118という形で2減っております。ということはこれは減少増要因ですよね。ですから返済をしたということになります。短期借入金を400万円返済、そして長期借入金を200万円返済した、まあ、このように考えられるということになります。まあ、借入と、返済のまあ差額が400万円そして200万円と、短期借入金長期借入金であった、このような考えが分かるということになります。そしてこれだけかというと、これだけではないんですね。この後のチェック項目としてどういうことをしなければいけないかと言いますと、この部分です。利益剰余金についてなんですが、利益剰余金こちら見ていきますと、14あります。この利益剰余金の14というのは、まあ、本来ですとという言い方は変かもしれませんが、当期純利益が16となっております。この数値と本来は同じであるはずなんですよね。つまり利益剰余金の増加額、これが14でした。まあ、書いといた方がいいですかね。これが14、そして当期純利益が16です。
これが一致していないということはどういうことなのかというふうに考えていきますと、当期純利益と利益剰余金の差額分ですね、これを配当金として支払ったんだなということがわかります。まあ、これもちゃんと各項目をチェックしていくと数値がおかしいなということに気づくことができます。そうしますと、16-14 ですから2ですね。これが配当金の支払い額ということになりますので、配当金、つまりこれキャッシュフロー減少しますよね。配当金を200万円払っているわけですから200万円、財務活動によるキャッシュフロー、これが減少することになりますので、それぞれ合計していきますと、800万円のマイナスというふうに財務活動によるキャッシュフローが計上できる、まあ、計算できるということになります。これで、それぞれの数値計算できましたので、回答の方を見ていただきますと、営業活動によるキャッシュフローが2600万円、そして投資活動によるキャッシュフローがマイナスの2100万円、そして財務活動によるキャッシュフローがマイナスの800万円という形になるということになります。これが設問1の答えということになりますが、どうでしょう、皆様よろしいでしょうか。そして、この問題は設問2もありますよね。設問2については、これを使ってこの計算結果に基づいて、設備投資の仕方をキャッシュフローの観点から 60G 以内で評価せよとあります。でこういった問題なんですが、何を聞かれているかというところ、アンダーライン引いた方がいいですかね。今回は設備投資の仕方、これが問われています。つまりキャッシュフローというのは冒頭のところでお話をしました、お金の流れです。そして設備投資については投資活動によるキャッシュフローのところで数値が現れてますよね。ですから投資活動によるキャッシュフロー、これがまあお金の流れとしてはどこから調達しているのということを記載していただければいいということになります。そうしますと、回答の方ちょっとご覧ください。営業活動から生み出したプラスのキャッシュフローの範囲内で、投資活動に相当する設備資金を調達しているため健全である、まあ、このような回答になります。つまり2600万円というのが営業活動によるキャッシュフローですよね。そして投資活動によるキャッシュフローがマイナス2100万円ということは、ちゃんと営業活動の、まあ、営業の本業による儲けでちゃんと設備投資をしている、まあ、こういった、まあ、健全な状態であるよということが考えられます。で、財務活動によるキャッシュフローもちょうどマイナスになっておりますが、冒頭のところでプラスマイナスマイナス、あの8類型のところでやりましたよね。どのようなふうに、まあ、プラスプラスプラスとかプラスマイナスマイナスとかいろいろパターンが8パターンに分かれますよというお話をさせていただきましたが、そこの、プラスマイナスマイナスのところ、こちらご覧いただきますと、営業活動から生み出したプラスの現金を投資活動に振り向けたり、過去に調達した資金の返済などに充てたりしていることを意味する。でこうした企業は将来にわたって高い収益性が期待される、このように先ほど書いてありました。つまり、まあ、プラスマイナスマイナスですから本業の部分はプラス、そして投資活動がマイナスということは、まあ、投資を行っている、この場合で言えば設備投資をちゃんとしているということですよね。機械設備を購入しております。そして財務活動、こちらがマイナスということは、まあ、主に、借入金の返済に充てている、そして今回はちゃんと配当金も支払っております。まあ、このような形でプラスマイナスにマイナスになっている場合は、まあ、基本的には原則としてまあ健全であると考えられるということになります。そしてあとはそうですね、確かめ算としましては、それぞれのキャッシュフロー、26とマイナス20とマイナス8、これ計算しますとマイナス2になりますよね。これがちゃんと現預金の増減額のところ、こちらですね、95から93ですからマイナス2というふうになっておりますので、ちゃんとそれぞれのキャッシュフローの合計額が現預金の増減額と合っているということになるから、数値も正しいということがわかります。どうでしょう、ここまでよろしいでしょうか。そして、まあ、最後補足をしますと、確かに現預金マイナス2ということになっておりますけれども、ただこれ、まあ、すごく大きい額というわけでもないですよね。 ですから、まあ、先ほどプラスマイナスマイナスという形になっております。そして営業活動によるキャッシュフローで投資活動によるキャッシュフロー、こちらがきちんと賄われておりまして、
まあ、確かに現預金多少減少はありますけれども、きちんと借入金の返済も行っておりますし、まあ、配当もちゃんと行っておりますので、まあ、概ねこう健全である、このように考えられるということになります。よろしいでしょうか。それではこれでキャッシュフローに関する、キャッシュフロー計算書に関する攻略のテーマについて終わりにしたいと思います。それでは写される方は写してください。